で、ここで魚群ですよ。さあ魚群、はい、いやー、ね、これはね、まあでもあの相手の布陣自体は、まあ、こんな感じになるだろうというのが、まあ、読めたんですけど、まあ多分、まあでもそんなにバレてないのかな。うちだってさ、多分そなんか誰が来るか多分分かんないと思うんだ、 CFN とか見ても、うん、割かし、うん、誰が、まあ一応なんか俺とモケが自信ありそうな時だけは結構来るのかなっていう、うん、どちらかが来るのかなっていうのはあるけど、水派とマチャボーに関しては本当に多分読めないと思うんだけど、うん、まあ結構身内でも読めない時あるんだけど、正直身内でもね、うん、はい、え、どういうことですか。いや分かんないんだもん、だってどっちが行くのか、うん、そうどっちが違うのか、いや、どっちが自信あるのか、あー、マチャボーオア水派ってこと。そうそうそう、なるほど、ね、分かんないから結構夫人が読みにくいっていうところもあって、で、まあなんか、まあ、とにかくね、あのマチャボー伊田さんに負けたことないらしいんですよ、うん、あ、まあでもずっといてますよね、そうスト5の頃から。マジでそうだよな、負けたことないらしくて、で、なんかマリーザ戦今回やってきましたと、あ、うん、やっぱ気合い入れてやってきたっていう感じでやってきました。でもなんか直前でモケが、いや、言うて板橋さん残儀ありますよ、あ、確かに、え、待って、結構残儀剣って結構めんどくさいって話聞いたけど、え、何、マチャボー大丈夫なんて言ったら、え、残儀負けないっすかっこいい、かっこいいな、じゃあお願いしますって感じで、うん、すごいな、マチャさん、うん、自信あったんや、じゃあ、お、なんかもう、なん、え、な、残儀ってなんすかみたいな感じでそんななんかね、そんなの関係ないですよみたいな感じで言われたから、あ、じゃあお願いしますって任したら、まあ、最初の試合こそはちょっとなんか怪しかったけど、もうそこからは結構安定して取ってくれて、うん、勝ってくれましたね。で今回俺ちょっとね、スランプ入っちゃっててちょっときつかったんですよ、正直。はいはい、だからそのマスターレート2000キル事件とかもある。そう、キル事件もあって、俺今回やっぱりランクまでやっぱ調子を戻さなきゃいけない、うん、ランクまで失った自信はランクまでやっぱり取り戻さなきゃいけない、うん、そうすることによってさらなるその強い自分が生まれてくるんじゃないかなっていうので、ひたすらこつったの、はい、したらキャラ対してる時間あんまなかったんですよなるほど、調子を取り戻すところでちょっと手いっぱいだったんです。そう、手いっぱい、ね、あのね、はいはい、根詰めてやれてなかった、その全てに対して。確かに、うん、そういうパターンがあるんだ。そう、結構真帆さんが声かかったのが、うん、ちょっと遅かったの、ね、もうちょい早く来るもんだと思ったでしょ。いや、思っとったんすよ、うん、まあ、でじゃあ俺から言うのもあれかなと思って、そうそう、なんか他の組み合わせやりたいんかなっていうので、うん、モケとは結構やりよったんですよ。じゃあ MR だったんやそうなんや、じゃあ俺もう自分から言った方がよかったな、真帆さん、うん、でも なんかもうやっぱり MR じゃあやらなくて、じゃあ対策しなきゃいけませんっつって、うん、でカスタムでやった時に、カスタムでやってある程度いい戦績を残せたとしても、まだ自分の中で自信が取り戻せてない状態になるのを俺分かってたの。あー、そのあへー、こんなのは長くやって自分に安心感を与えて、うん、そういう自分の土俵で戦ったから勝ててるだけで、この大会という場では MR のように不安感との戦いになるから俺は戦えないと。やらん方がいいんじゃないですかね、MR 多分。でも良くなってきた。よくなってきた、よくなってきた。いや、でもなんか自分のことがよく分かってるんだね。そう、いや、これはやっぱ両方やるのも大事だと思うんだけど、うん、俺結構やっぱ今回はちょっとランクマに寄らせてもらった、正直。でもそれは結構いい大切な視点だと思うから、うん、まあチームメイトに早く伝えた方がいいけど ね、うん、まあ、ね、それができてれば別になんか全然ちょっとね、うん、今スランプなんでみたいなのがかなりきつかったな。なるほど。っていうのがあって、うん、まあ、ただその俺と水派が出る問題で、うん、まあ、水派に、まあ、今回ちょっとあんまり俺はやっぱそのキャラ対っていう意味合いに関しては、うん、まあ、なんとか自信はね回復 しきれてきたけど、うん、あのキャラ隊という感じでは、まあ、そんなに十分できてるわけではないから、うん、水派にある程度自信があるんだったら、まあ、水派行ってもらってる、はいはいはい、で一応そのケントラシードが担当だったんだけど、キャミーは、はい、まあ、両方出てくるんだったら俺がラシードの方行く、うん、剣戦の方は自信あるらしいから、はいはい、なるほどな、うん、っていう感じでやって、うん、まあ、案の定、まあ、1人しか出てこなかったから、うん、じゃあ水派お願いしますっていう感じだったんだけど、まあジョン強かったね、これは。なんかノリノリだったな。前回のルーク戦は何だったのっていうぐらいノリノリで、そうっすね、すごい、なんか水を得た魚のようになったね、うん、はい、キャミ戦はね、まだね、ルーク戦より結構動けるんですよ、こっちも。あ、割とやっぱ、あ、じゃあキャラ的に見るとルークの方が、ルークの方がやっぱきついなっていうのは、まあ、飛び道具もあるし、やっぱ沖技がすごい優秀なんで、うん、この前後のなんか揺さぶりがちょっとあんまりかけづらいし、うん、で常に対空見ないけんので、うん、そういう意味ではキャミの方が
あっちも攻めてきてくれるっていうのはあるんですけど、うん、いやでもこれでね、ジョンがね、あのストリートファイターリーグにいるキャミ全員に勝ったんですよ。あ、そうっすよね。そう、そっか、秋田さん、3人、孫さん、和信さん。でも俺、伊田さん聞いたんですよ、まあ、この試合のある、あの、この試合の前とかに、その1週間か2週間ぐらい前に、うん、いやでもジョンとかってキャミ結構イケてるっぽいからねつって、ストリートファイターリーグでも勝って、いやあれはキャミ来たらきついと思って中堅とかやったんだけど、なぜか全部キャミ立って、しかも全部勝つって謎の現象起きて、ジョンもちょっと自信ちょっとついてきちゃったみたいな話になって、あマジかっつって、やっぱ2人で話すんですよ。結構最近俺ジョン君とやっぱり、うん、あの5の頃は結構モケとずっと話しとったんですけど、今はもうジョン君とずっと話しとって、やっぱちょっとキャミとルークどうしましょうみたいな感じの話を結構するんですよ、うん、あ、やっぱその2キャラが特別やっぱ、やっぱきついっすねみたいな話をしよって、うん、だけどなんか割ともう割り切った対策、はいはいはい、もうなんか相手に対応させる前にこっちがもう対応させに行くっていう感じ、てっきりキャミに対してえ、そうっすか、ガチさんいけないんすかって、もうどうしましょうってガチさんどうするんですかこの組み合わせ。あ、そうなんだ。アキラはいけますけどねいや、アキラさんはいけるんですけどアキラさんは人的にそんなことは言わないだろう、ね、ですね、ね、やっぱ2キャラ、その2キャラは、あ、まあでもまあ、うん、やっぱり、うん、共通課題はでもルークですけどね、うん、結構ルークは、ちょっとどうしましょうみたいな、ちょっとで俺この前配信見たらちょっと萎えてたもん、ガチ君、ルーク、うん、まあ、ルークに萎えるっていうよりかやっぱね、これ、これね、いや、これね、こっちの方、あー、だからその対空じゃん、対空がちょっとね、剣だと起きなくない、あんまりルークだけさ、ね、あー、そう、やっぱルークのはちょっと持続クソ長いからじゃない、あれ多分到達フレームは剣も同じぐらいだと思うんだけどな、剣はでも、で落ちるんですよ、たぶん、あ、シャーミキューパン、そう、結構相打ちになるんですよ、相打ちになるね、絶対並んのんでる、あ、そうなんだ、絶対潰されるんだ、剣はね、尖ってるだけで、判定自体はね、まあ別に普通っていうか、うんうん、そう、そういうのもあって、うん、ルークはって感じですね。ルークのジャンプダイパン、マジで対空で使えるかどうか調べようって思った時に、一番最初になんかルーク近いから、ルークやるけど、一番強いっていうね、いや、そうそうそう、まあジョンが取り返し、強かったっすわ、うん、ジョン君で、で大将が、まあ、模型なんですけど、これはすごい試合になるだろうなと、でもね、前回終わった時に、まあ、ちょっと面白いかなと思って、ちょっと作戦でちょマチャボ全てを捨ててフード戦に注ぎ、はいはい、込んだら、まあ、まあそういうの得意だよね、うん、あの注いだらフードとかいけたりとかする、これ絶対フード大将だからフードいけたら相当でかいですよ、いや分かんないですけどね、ちょっとやってみましょうかとか言って、で当日迎えたの、まあ別にやっぱ板山の方がいけるっぽい、それはまあ板山はなんかもういるとちょっと安心感あるだろうな、板山のいるチームにはもう私行きますからっていう感じでって感じだって、でも模型は結構ね、やっぱそもそもフードに結構勝ってたらしいから、ああね、フードも模型はちょっと嫌だって言ってたから、うん、でもね、やっぱ内容的にはね、やっぱこれはね、その後にも話したんだけど、終わった後にやっぱホーム側ってなぜ負けてるのかっていうのを気づいた、まああんたたち勝ったけど、うん、なぜ負けてるのかやっぱ気づいたんですよ、前回のデータ出てましたよね、うん、この一番最初にやっぱりアウェーの方が去年ね、表示高かったらしいんですって、うん、あ、去年、いやこれがね、分かったんですよ、はい、仮説ね、仮説なんだけど、やっぱりホーム側ってのは行くやつ決めるじゃん、まあそれがやっぱその練習量をそっちにフォーカスすることもできたりとかして、うん、結構その根詰めでできるから、だけどその時に守りに入っちゃう、いざ試合になった時に、はいはいはい、出したもん出したいっていう、あ、てかもう持ってきたもん出したいっていうのがあって、はいはいはい、対応しようとしちゃうっていうのがあって、でもアウェイ側って誰が来るか分かんなくて、例えばこの中だったらさ、フードを構えてるけど、まあ儲け来たら嫌だな、まあ儲けだろうけど、他だったらまあ大丈夫だけど、あ、やっぱ儲けか、じゃあやるしかねっか、まあもう自分が普段から持ってるものを出すしかないよねっていうスタンスでアウェイ側は望むよね、うん、それに対してホーム側はよしこの試合に向けて新しいもん準備してきたから それでやるんだってなって、うん、ちょっとちぐはぐな そのそれはね、まあ、ありますあるあります、それはあります、いやでもファーストの時も俺も藤村戦マジでそんな感じになっちゃってあのしょられたやつですよね、ガンしょられ俺剣には負けませんけどねとか言ってあ藤村しょっちゃうよとか言ってあのガンしょられあれそういうことだったんですね、やっぱホームならではのしょられてから、あれホームじゃないんだけどあの準備してたやつがそのまま来たから、ああなるほどね、あ、まあやっぱ牽制にかなりフォーカスしてたし、うんうん、まあそのまま大丈夫だろうというふうになってたんだけど、でなんかまあそれで
案の定来たらやっぱりね、あれこれに対してはこれやって、ちょっと待ってどうすんだっけ、考えたやってこないなあれとか言って、で次第に想定と違うなってな、そうそう、まあ、想定があるからね、相手はなんか普通にやってるだけでなんかもう分からん殺しみたいになっちゃって、うん、もうだんだんこっちもきつくなっちゃって、そのきついのを取り返すために無茶した行動になっちゃって、もうしょられ全部恨めて、うん、全部恨めてっていうね、うん、のが起こりやすいんじゃないかなと。うん、でもすごいホーム側も言うてフラットにいかないけんのですね。そうホーム側もまあなんか、うん、ある程度なんかなんつうのかな、うん、構えすぎずに、構えすぎ、まあ、気軽にやるっていう、気負わずにやったーなんとかなんとかだみたいな感じの気分でやってった方がもしかしたらいいのかもしれない、うん、そうですね。でモケもね結構それがあったっぽくて、あ、うん、だ普段は逃さないやっぱりリーサル判断とかそういうのもちょっと逃しちゃってたりとか、ちょっと難しいリーサルあったけど、うん、難しいだろうねやってて、バーンアウトのバーンアウトのね、途中でわざと落としてインパクト重ねるっていうのが確定死亡だったんだけど、モケねあの時ね見えてなかったらしい、ね、ゲージが、ゲージしか見えてなかった、難しいと思う、うん、相手のゲージ見えてなくて、うん、その有利なキャラにかぶせに行くって、うん、今みたいな話あるじゃないですか、うん、まあ、あえてそういうとこでなんかあえての作戦でもう行くとかね、不利な組み合わせ出しに行くとか切るんですよね、相手が想定してないような、そういや結構やっぱそういうのあるんかなって思った、うん、なんか逆に、うん、だってもうデータとして出とんですよ、アウェイが勝っとるって、そう、うん、それも有利なキャラをかぶせに行って負けとるわけです。うちのアナリストなるいいっすよ、うん、あ俺結構うちのコーチ枠、ガチ君じゃないでしょ、えガチ君の、はい、ウッテッドスクワットのアナリストに声かけないガチ君じゃないよ、立川じゃないのそれアナリストは違うのか、あ、まだ別、あの2年前、うん、1年2年前らまで別にいたよね、そうそう、でも俺そういうの得意なアナリスト、数字とか、ね、数字任せてください、数字得意なの、数字も電卓あれば電卓があれば、でもあ、そっか、弾いてよ、その HP 判断相当得意だもんね、得意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 全部やったけど、そっか、そっか、そっか、